本堂まで続く、石段本堂前のみに88箇所36番の、石像清流寺は、高知県と佐市にある新言集豊山派の寺院、特さ山医者ナインとゴース。本尊は、なきり不動明王、四国88箇所令場の、第36番札所。並切り不動産の愛称がある。本尊新言のうまく三万だばザラダンせんだマカロウ社だ。 ソアタヤ、ウンタラタカンマンゴエイカ、わずかなる泉に染める清流は、仏法守護の近いとぞ聞く、農教院、当時本尊、奥の院大制不動尊辞伝によれば、公認年間に空海によって回帰されたとされる。日東愚法の検討士として、慶華和尚より、新言密教の奥義を伝授された空海が帰国の折、上縁の地に至るように祈願して、特古書を東方に向かって投げた。 空海はその特古書がこの山中の松の木にあると監督し、佐賀天皇に創上。公認6年に、経過和尚を忍び、唐の清流寺と同じ名の寺院を建立したという、本尊の名切不動は、空海が乗った、剣刀支線が、日東寺に暴風雨にあった際に、不動明王が現れて、剣で波を切って救ったと言われ、空海がその姿を刻んだものであると伝える。 江戸時代初期には荒廃していたが、土佐藩二大藩主山内忠義によって、商法年間に再興された。しかし、法永四年には、地震と津波で大きな被害を受け、江戸末期に再建された。なお、本堂のある上段が如意山で、客殿のあるところがマニ山の麓で、奥の院のあるところが徳子山であり、薬師如来が本尊の寺があった呂遺山に、奥の院の本尊不動明を移し、 その薬師如来は横に置かれ、その後大師堂を作ってずらっと並んだ仮覧の一つの寺になったとみられる。上段中段独段多方塔石段下の右に長ズバ、左に農協所、経過堂がある。石段途中左奥に三重塔があり、二王門の先にも百七十段の石段が続く。石段を登り切ったところに本堂が立ち、左に大師堂、右に薬師堂があるが、 この配置は、唐の清流寺と同様であると言われている、重要文化財国の史跡、塚地トンネル北口園地から南に、約八百四十メートルのボルト塚地峠に至る。峠から分岐して、少し上がったところに大展望所がある。峠に戻り、約零点九キロメートルかっていくと、流水の大地の泉があり、すぐに、土の道から石畳になり、約零点二キロメートルで、 線画が描かれた岩屋がある。さらに下ると行倒れた、遍路塚が点在し、南側の開けた平地に出て、約 0.2km のところに、安政地震の津波の石踏みがある。鉄道ガス道路特子山不動堂花山神社富津坂、不動村徳子山不動堂地図空海は、日本において寺院を建立するにふさわしい場所を選ぶため、塔から特許書を投げたが、 それが、ここに飛来したと言われている。そして、当より帰国途中に、暴風雨にあった時降臨し荒波を切り風雨を沈めた、不動明王を祀ったのがここである、清流寺より南東へ0.8キロメートル、奥の院への山道を登り横波スカイラインを横断して山頂へ進むと背後が、太平洋の断崖の上に、石道があり、その断崖のもとに、 生竜屈があるが海からしか行けない。石道には石のなきり不動明王が祀られている。本来は石道も本尊も空海が人よ、混流されたと言われているが何度か再建されている。また、近年まで女人金世の聖地であり、今でも三十六道寺から先は、裸足で参拝するしきたりとなっている。なお、農協及び、見影の授与は、 清流寺の農協所で行っている。花山神社花山陰病とも呼ばれ、花山法王が崩御された地と伝えられ、明治初期に廃寺となるまでは、春日山阿弥陀寺先行院という寺であったと言われている。かつては、花山法王の位牌が祀られていた。本殿の裏山には、両母とされる不入の野部がある。しかし、花山法王が高地で崩御した史実はない。 ふつ坂不動村編路道のふつ坂峠から斜面を200メートル下ったところにあり、光明ポー寺の境内にある。空海が巡尺中、死雲と共に諸物が降臨するのを監督そこにあった大岩に触れると、不動明王が浮かび上がったとされる霊場である。岩不動とも呼ばれ実際に、火炎の形が自然に浮き出た岩が、お堂に祀られている。なお、農協は行われていない。 四国八十八カ所三十五清滝寺三十六清流寺三十七岩本寺ご来住四国遍路の寺下238ページより四国軍法大使の霊石巡り128ページ川崎和弘町ありがとうございます